皆さんご機嫌いかがですか。滝川舞子です。いろいろともうコロナ騒動で皆さんとお目にかかれなくて本当に私も苦しい思いでおりますけれども、まあ、必ずねいつか皆さんとまた会える日が来ると思って、まあ私はなんかうちでねピアノを弾きながらもうちょっと歌ってみたりとかそういうことでね気を紛らわして、まあ、食べることも好きですけれどもね元気に、頑張っております。5月の20日に発売になりました一人ぼっちの海峡、もう本当いい作品ができたので、もういち早く皆さんの前で生歌が歌いたいなという、もううずうずしておりますので、もうこの思いは必ずやもう本当にもう皆さんぶつけたいと思いますので、その時は一つ爆発したいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。まあ、それまでは皆さんの CD にねカラオケ入ってますから、まあちょっとこう歌聴いていただいてね、お家で CD でカラオケで楽しんでいただきたいなと思います。とってもいい歌ですから皆さんたくさん歌っといてください。必ず会える日を楽しみにしております。お元気でいてください。